アイアムタムジョーエブリデイということで始まりました。はい、本日アメリカ8日目のお昼でございます。8日目のお昼なんですけれども、やばい、ちらついた、ちらついた、え、今ちらついちゃった、まさか、うん、後ろ見ちゃった、もう、うわー、やばい、早いね、これなんとマクドナがありました。うわマクドナ、お前、いや、俺マクドナ来たか、お前来たかったのよ。関西の人マクドって言うけど、マクドナ初めて聞いた、お前。マクドナが俺ね、マクドナ、お前、好きで。マクドナって言ってんの？え、俺マクドナだよ。えぐ、え、タケなんつってんの？俺ね、ドナルド。ドナルドって全然違う動物だから。ドナルドって呼んでるよ、俺。違う動物。違う動物じゃない、違う動物とかじゃない。ドナルドって呼んでる。ドナルドって呼んでる。さあ、マクドナに来たということで。マックの創設者知ってる？マックの創設者、うん、スティーブ・ジョブズだっけ？違うよ、ドナルド。ということで本日なんですけれども、うん、アメリカのマクドナルドにやってきましたということで。やばいよ、初めてじゃない今日、今回。あの、日本にさ、よくさ、うん、ね、学生の頃さ、うん、みんなでワイワイしながらね、ポテト食べたりとかね、 Wi-Fi を求めてね、そう、 Wi-Fi を求めてWi-Fi を求めて、よくポケモンをもらいに、ポケモンもらいに、うん、よく行ってた、あのマクドナルドですよ、うん、それがなんとアメリカにもあるということで、なんかね、日本とどんな違いがあるのかっていうのをちょっと知りたいなと思ったんですよ。そうだね、味とかもね、比較して、うん、そうなんですよ、うん、日本とどんな味があるのか、うん、俺日本のさ、チーズバーガー持ってきたから、持ってきたの、あと寒くなるでしょ、いや、絶対腐ってるだろ、うん、だから日本とどんぐらい違うのかっていうのと、あとは日本となんか別のメニューみたいなのあるのかなみたいな、あ、確かにね、そういうのちょっと気になるんですよ、うん、うん、ポテトの色とかね、うん、はい、だからポテトの色ポテトの色ということで行こうかな、楽しそうだな、本当だ、楽しそうだなということで、うん、早速ね、ちょっと中に入っていきたいと思います。はい、それではレッツゴーイン。店内でこういう感じで、すごい、ね、相当人気のお店ということで、はい、今からね、雰囲気似てるね、でもね、中身ね、確かに雰囲気はね、日本と似てるね、ほとんど一緒っすね、うん、はい、ということで、こちらでオーダーができるらしいんで、ちょっと選んでいこうかなと思うんですけど、写真見て、バーガーで、うん、お、いっぱい出てきますね。うわ、あれ、ダブルチーズバーガーどれで？これビッグマックあるじゃん。あ、ビッグマックね。ダブルチーズバーガーこれじゃない？あ、違う違う。これ？ダブルクォーター。あ、これじゃん。ダブルチーズバーガー。どれ？おっとっと。しかもで、トリプルチーズもあるよ。トリプルチーズ？トリプルチーズある。トリプルチーズうまそうだね。これ何？ポピュラーって何？人気？一番人気じゃない？ダブルチーズバーガー人気よ。あとビッグマックも人気だね。人気だね。いいや、どうじゃ、ビッグマックで、ビッグマック。ビッグマック行きたいけど、トリプルチーズもちょっと迷ってきました。気になりますね。え、なんか海外特有のさ、他のはないのかな？チキン。あ、そう、これじゃない？これ。チキン。これ多分。あ、ニュー。ニューだね。ベーコンランチデラックスマッククリスピー。へぇ。日本にないんじゃない？これ。日本にないやつ？ね。日本にないやつも1個行きたいしね。うん。あともう1個、フィッシュがある。あ、これはあるか。フィレオフィッシュ。じゃ、とりあえずまずバーガー行きましょう。うん、タケチ、ダブル。ダブル。え、トリプルじゃなくていいの？うん、ダブルでいい。じゃ、タケこれで。はい。まずいくね。はい。で、僕がですね、一体何がいいと思う？これビッグマックがいいと思うよ。ビッグマック？うん、食べれるかな？食べれるでしょ。じゃ、ビッグマック行くか。うん。日本と比較しよう。これはセット？プラス 3.8 セット。あ、じゃあ僕ちょっとチー、ポテトも食べたくて、うん、ナゲット、え、20ピースあるナゲット、やばいね。こっち日本15ピースなのにさ、20ピース。こっちのナゲットちょっと頼んでみて。ナゲットもいく、うん、じゃあ6か10どっちがいい？さっきも食べる6で 6？ うん、じゃあ6ピース、じゃあ6ピース、うん、あ、なんか選べる、ソース選べる、え、ソースめっちゃ種類あるよ。注文完了しました？とりあえず注文これで、okay、 来るの待ちたいと思います。はい、イエス、はい、ということで、買いました。こちらなんと、はい、マクドナでございます。うわ、アメリカのマックだ。袋はさ、どう？これ違う？一緒で、ちょっと違うけど、うん、まあまあほぼ一緒だと。ということで、じゃあ買ったものを紹介していきたいと思います。まずですね、こちらです。ババッババッバッ、 I'm lovely ということで、ハンバーガーを、ハンバーガーじゃない、ポテトをね、うん、購入したということで、すげえじゃん。こちらね、ポテトがかなり、ね、かぶっとんねん、お前。あ、俺とかぶっとんねん、お前。ああ、そういうことね。ポテトが、お前。あ、ごめんな、うん、見て、あんまりさ、細さとかも一緒じゃね。ちょっと食べてみよう。ちょっと、味どうなのかっていうのをね、食べて検証していきたいと思います。日本とどう違うんか。いただきます。
あ、うまっ。早っ、お前、うまっ。早っ、味覚感じんの早くね。あれ味覚早くね。待って、うまい。マジで一緒。食べてみ。うまいな。食べてないよ。待って、今何。待って、全く一緒。全く一緒。皆さん、これと一緒。だから日本の方がしょっぱい。確かにこっちの方がポテト感強いね。強い。うん、でも本当に細さも一緒だし、うん、味もほぼ一緒だね。うまい。うん、ベリグベリグベリグ、うん、ベリグ、おや、ベリグベリグ、まさけんな。ということで今のやつ超いいじゃん、超やばくない。パー、じゃあまずタケノから行こうか。俺のから行こう。はい、タケノ。うわ、はい、痛いよ。あ、ついた、ついた、マジでついた、お前マジでついたんだけど。これね、ダブルチーズバーガーでございます。なんで声小さくなったの？あの、ダブルチーズバーガーって、うん、あのチーズバーガー2個買った方が安いし量多いからよくねって言うじゃないですか、うん、でもそうじゃなくて、俺はダブルチーズバーガーがいいんですよ。だってチーズバーガー2つだったら2つのチーズバーガーでしょ。でもダブルチーズバーガーはダブルチーズバーガーなんです。ダブルチーズバーガーちっちゃい。え、ちっちゃくね。なんか日本のとよりちっちゃい。トリプルの方が良かったね。トリプル、トリプルもあったよね。トリプルチーズバーガー俺食べてみなかったけど。いただきます。これ人気って書いてあったよね。うん、ビューティーも一番人気。うん、そう、ちょっと見せて見せて中を。どんな感じ。あのね、うん、日本と全く一緒。え、マジで。うん、なんか日本と違う部分ないの。な、マジでない。マジでない、うん、他のハンバーガー屋さん行ったじゃん。ハンバー、あー、なんか普通のハンバーガー屋さんででかい。そこさ、めっちゃお肉が分厚くてさ、やっぱアメリカのお肉の味したじゃん。うんうんうん。これはね、日本の肉と一緒なんだって使ってる。マジで一緒なんじゃ。一緒だね、全くね。マックのクオリティ一緒だ。一緒なんだ。うん、じゃあまあ日本のマック食べたいなと思ったらアメリカでも一緒なんだ。そうそうそう。こっちが違うかもよ。あ、こっちじゃない、こっち。何なのそれ。ビッグマック。うわ、ビッグマック。ビッグマック日本で一番人気のやつじゃん。じゃーん。え、これも人気って書いてあったもんね。うん、え、多分さすがにこれはなんかね、ちょっと味違うと思うのよ。本当？なんでチーズバーガー一緒だったんでしょ。うん、多分ビッグマックはね、また別だということで、うん、ボリューミー。じゃあビッグマックいただきます。うん、うん、どう、一緒じゃね。でしょ。いや、でもでしょ、ちょっとこっちの方が薄い気がする。何、味が。うん、うん、そう、そんなことないね。ダブルチーズバーガーは全く一緒、味が。うん、いや、日本の方がはっきりした味してる。さっきのポテトもね、ポテトもそうだったけど、うん、ちょっとこっちは薄いかも。ピクルスの量がえぐい、これ。いっぱい入ってんの。ピクルスめっちゃ入ってる。うん、僕ピクルス別にそんな嫌いじゃないですけど、やっぱマックはあれなんだね、世界の品質を全部均一化してるんだ。そうなの。あとですね、皆さんこちら見てください。じゃじゃーん、チキンナゲット。このソースが違うからね。え、なんかめっちゃ白い。めっちゃ白い。ちょっと食べていいよ。いいよ、いいよ。じゃあめっちゃ的確な感想言って。日本にないんだわ。どう。うまい。全く一緒。何が。日本にねえのに何が一緒なの。あ、ソースはね、ないけど、うん、ナゲットはマジで一緒。あ、ナゲットはね。てか、このソースの種類めっちゃあったよね。ソースの種類はめっちゃあるけど、これどうなのかなって。これうまい。なんかね、何に似てる、日本の。これね、真っ白だけど。あ、じゃあ食べたことあるのに忘れた。チーザーサラダのソースみたいな。あ、チーザーサラダのソース。チーザードレッシング。チーザードレッシングのもっと優しいクリーミーバージョン。うん、じゃあよくサラダにかかってるような味をされてる、うん、ということなんでしょうね。どういう味なんか、じゃあいただきますよ。よし、たっぷりつける、たっぷりたっぷりつける。うん、一緒や。一緒でしょ。チキンナゲット、チキンナゲット一緒、うん、
でも日本だったらソース4種類ぐらいしかないじゃん、多分マック。バーベキュー、うん、マスタード、とあとなんか2つぐらい。なんか。こっちは8から10種類ぐらいあったよね。8から10、うん、めっちゃ選べたね。あったよね。うん。だから、20ピースとか頼むとき多分3つぐらい。いろいろ楽しめる。そう。でもまあ、全く一緒ですね、ナゲットもね。ほとんど一緒だということで、うん、皆さん、アメリカでマック食べたいときは日本のことを思い出すことができますね、うん、寂しくなったらマック行くのもありなんじゃないかと思います。でも普通にハンバーガー食べたいならなんか本場のハンバーガー屋さんとかもね、うん、あるからそっち行った方がね、うん、本場の方の人ですよね、うん、味わえるかもしれない。こっちはまあ日本の味を思い出させる感じですね、うん、あ、最後あるじゃん、最後最後アップルパイいただきたいと思いますよ。今締めの感じ言っちゃったけど、うんうん、アップルパイどんな感じなのよ。うわ、出た。え、全然違うじゃん、全然違うじゃん。しかも、うん、冷めてる。まあ、それはちょっと時間だったからかもしれないけど、うん、いただきますよ。味なのよ、気になるの味。日本と違いますからね、この味は。どうでしょうか、うん、これは日本と一緒じゃないでしょ、だって全く違う。全く違うんだ。初めて違うのに出会いました。初、日本の勝ち。日本の方が日本の方が全然美味しい。うんまあでも全然まずくはないね、全然。うん、でも日本の方が美味しくない、やっぱり。日本のあのアップルパイの緑のやつに入ってるやつの方が確かに美味しいかも。そうなんだよ、うん、アップルパイだけ違いましたね。アップルパイだけ日本の勝ち。まあでも正直な感想を言うのもね、大事ですけどね、うん、ナゲットがやっぱ美味しい。でもソースが美味しいね、これね、うん、ソースはうまいね。ということで、アメリカのマクドナルドでしたけれども、うん、まあ皆さんぜひね、行った際にはね、あの店舗は一緒だったかもしれないけど、うん、違う店舗があるかもしれないんで、うん、なんか味食べ比べをしていただけたら嬉しいなと思います、うん、ではありがとうございました。 Thank you very much! バイビー。バイビー。